録画って書いてる。おはようございます。庭秀チャンネルの秀です。皆様いかがお過ごしでしょうか。本日はですね、朝のこの段階で気温かなりね上がっております。庭秀地方も本日の予想最高気温27度8度、頂戴しております。作業の方はですね、生垣の刈り込みや、ツツジ類の刈り込み、今日はねそちらの方の作業を行っていきたいと思います。お世主様の方からですね、バリカン等は使わずに、刈り込みバサミ、刈り込みバサミを使って人力で施工してほしいと依頼ありましたので、人力作業、三輪秀人力家で頑張ってみたいと思います。最近ねバリカンばっかり使っておりましたので、体がねちょっとなまっております。丸さんともども鍛え直したいと思います。それではですね、作業場の方へ向かって出発したいと思います。動画の方スタート。人力か。作業場に到着しました。本日はですね、人力作業でこちらの生垣、サザンカの生垣などを刈り込みしたいと思います。かゆいですか？サザンカかゆいですか？なんか触ってないけど痒いな。触ってないんだけど。茶毒顔をご存知でしょうか。痒いです。茶毒顔って書いてある。植木屋さん泣かせたよね。しちゃうよね。離れて見てる方がいいよね。
ともとやられちゃって、あーもうそういうとこかゆいよね、触ると。泣いちゃうよね。ここからね、階段に差し掛かります。階段はいいですね。チャドクガの幼虫は発生しておりませんでしたが、なんだかかゆいです。作業の方は無事に完成です。かゆいです。
お疲れ様でした。今ですね、自宅の方へ帰ってまいりました。本日は丸さんと二人で刈り込みバサミを使ったツツジやね、生垣の刈り込み行ってまいりました。ただですね、最近もバリカンにね、慣れてる体になっております。人力化、久しぶりにね、全身を使って作業をさせていただきました。かなりね、こたえました。気温もね、思ったより上がりまして、汗もだいぶかいて、今日疲労困憊で帰ってきたという感じでございます。こちらの作業場、同じ作業があと数日間続く予定でございます。人力化、ね、植木屋さんですのでね、しっかり刈り込みバサミ使えるように、体を戻したいと思います。今からですね、今日使った刈り込みバサミと、あと片手刈り込みバサミ2人分、こちらの方をね、磨いて渋谷ヤニを取って明日に備えたいと思います。本日はこの辺りで失礼したいと思います。このチャンネルでは51歳で独立開業したおっさん庭師の日常を作業風景を中心にゆるい感じでお届けしております。もしですね、この動画を見てくださった方で面白かったなとか役に立ったなとか、このね、おっさんの波長になんだか妙に合ってしまったなと自覚をお持ちの方、迷うことなくチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。またですね、コメントやグッドボタン、そちらの方も大変励みになっております。そちらの方も合わせてよろしくお願いいたします。明日も人力化でスタート。